日愛社のコーチです。アンティコイン投資を極めるのコーナーです。今日のお題は G7 サミットにゼレンスキー参加、ロシア制裁しても何も反応しない詐欺報道ということで、1つ目、すでにロシア・ウクライナ戦争はウクライナの負けで確定。2つ目、やることなくてロシアからの金購入を禁止。3つ目、ロシアデフォルトニュースもチャートは動かずドル弱い。4つ目、気候変動、エネルギー等今回の G7 サミットで議論する諸課題について意見交換、過去対ドイツということで、4つのテーマでお話をしていきます。まあ、今回は G7 ですね、6月のこれ27とか6とか8とかに行われていると思うんですが、日本、イギリス、米国、カナダ、ドイツ、フランス、イタリアが G7 です。で、まあ、これウェブ上でゼレンスキー大統領が参加していて、いろんな報道がされていると思うんですが、早速一つ目ですね。まあ、すでにロシア・ウクライナ戦争はウクライナの負けで確定ということで、まあ、これ当初国境付近ですね、ロシアとウクライナの国境付近で、まあ、ロシア兵がかなりたくさん出ていて、まあ、ずっと監視していたんですが、2月の後半ですね、ここで、まあ、開戦というか、まあ、侵攻が始まったということで、まあ、これロシア側の目標ですね。結局これロシアにウクライナは勝てなかったと、まあ、G7 として負けたっていうのが一つあると思うんですが、このロシアの戦略と戦術に負けてしまったというのが今の現状です。で、まあ、これ戦略とは目標達成をすることを計画立てるのが戦略なので、まあ、これ NATO にウクライナが入るのを牽制したかったということと、ウクライナでは生物化学兵器がかなり作られているということで、これをやめさせたかったということと、アゾフとかにロシアの民がですね、虐殺されているということで、これをやめさせたかったということで、これ3つとも通ったと。まあ、NATO に入っても入らなくてもいいよということを言ってるんですが、今は戦争状態にあるから NATO に入ることもできないので、結局 NATO には入れないというのが現実だと思うので、ここですでにウクライナの負けが確定しているという感じです。で、2つ目、やることなくてロシアからの金購入を禁止ということで、もともとマーケットではもうすでにロンドン、ニューヨークの金市場からロシアはもうすでに締め出しされているということで、今のこの金の価格を見ても別に横ばいのままと。戦争始まった頃は金の価格がかなり動いたんですが、今現在は横ばいのままということで、実際にこの G7 でさも決めたかのように発表していることが実際にはもう行われていて、まあ、何もチャート、要は市場が動かないというのが今の現状です。で、4つ目ですね、問題はロシアデフォルトニュースもチャート動かずということで、まあ、これも G7 サミットが始まってからまた再度ですね、ロシアルーブルはデフォルトしたっていうニュースが出ていたんですが、これがチャート図になっていて、ちょうど真っ赤な線の長く伸びたのが戦争開始日のあたりです。まあ、ここからこれドル、ロシアルーブルのチャートなので、上に上がってると US ドルが強いっていうチャートになっているんですが、現在その戦争が始まった時から数えていって、現在これ今 53.3850 って指してるんですが、なんとドル、米ドルはロシアルーブルに対して 37% 下落しているということで、実際には開戦されてロシアをいろんな制裁していったんですが、弱っているのは米ドルであるっていうのがもうこれチャートに現れているので、市場ではこのロシアルーブルは破綻していないということがすでに見て取れるという感じです。4つ目、気候変動、エネルギー等今回の G7 サミットで議論する諸問題について意見交換ということで、これはまあドイツと岸田総理が話をしていて、まあ、出てきた内容は当然ロシア、ウクライナのロシアの制裁の話は出ていました。で、あと EU に日本の野菜とかを輸出したいとかっていう話とか、まあ、核ミサイル問題ですね、北朝鮮の、まあ、この辺の話も出ていたんですが、あとまあ気候変動、エネルギーの話がやはり出ていたので、この今回の G7 のまあ主たる議題は、気候変動とかエネルギーとかの問題なのかなっていうのが私の見立てです。もちろん全然外に出てこない情報がたくさんあると思うので、まあ、この G7 に参加している大統領とか首相とかも全部傀儡なので、支配者層から与えられた
ネタに対して7カ国で話をしているだけなので、別に何かを決めるとかもなく、単純にロシアの制裁が今回はまた言うことがないんで、その話をして終わってるという感じです。で、まあ今、まあどこまでこの話が伝わってるかわからないんですが、もう今新聞やニュースでもこのロシア・ウクライナ戦争でほとんど取り上げられず、もう恐怖に縛る話とかが終わった理由は、やはり兵器支配者が兵器をもうある程度在庫回転させることと売ることができたからだと思うので、まあ、基本的にはこの戦略戦術はもう終わったのかなというのが私の見立てです。で、そろそろまとめですね。まあこれ G7 サミットにまたウェブ上でゼレンスキーさんが出ていました。大統領が、まあこれ前に言ったスタンディングオベーションで日本の国会に出てきた時ともう全く同じなんですが、今ではもう誰も反応しない、相手にしないという風なのが今の現状だと思います。でも戦争はウクライナの負けで完全に確定していて、まあ食糧危機の問題とか言ってて、日本も280億支援するみたいな話が出ていたと思うんですが、いつものようにお金だけ出さされているような状態です。でロシア制裁はもう今全く効いていないという感じで、まあ、ヨーロッパの国は特にもう目の前なんで、かなり疲弊しているというのが現状かなというふうに思います。まあ今実際にこの金のチャート、ロシアルーブルとドルのチャートで、すでに何も動いていないと、ドルが弱いっていうことだけがもう確定しているので、結構今のこの G7 側ですね、やることがないのが今の状況なのかなというふうに思います。まあこの先にもっとドンパチを私自身はヨーロッパに対してやるのかと思っていたんですけど、どうやら今の段階だとそこにはなく、今だとインフレをどうするかとか金利をどうするかとかの、まあ、目の前のことをやるのが今のヨーロッパの状況かなというふうに思います。本日の動画がためになって面白かったという人はぜひいいね、高評価をつけていただければと思います。あとコメント欄ですね、ご質問とか、ご感想いただければ動画作りのヒントになりますので、ぜひいただければと思います。あとチャンネル登録のボタンですね、赤い字で右下にあります。基本的にはアンティークコイン投資で資産を増やす、守る、あと投資全般、ニュースのこととかですね、支配者論から陰謀論まで、あと心理の話もしてますので、ぜひチャンネル登録していただければと思います。あと動画の最後に QR コード、概要欄に URL、 あと LINE 上でgoldcoin と英語で打ちますと、私が発行している LINE に登録することができます。週1回ニュースレターを発行しているのと、動画が1本ついてまして、動画見た人にですね、今水曜日と日曜日、Zoom オンラインで30分間個別相談っていうのをやってます。基本的にはアンティークコイン投資でお金を増やすとか、守るという話題に対して30分間個別相談してますので、まあ、基本的に全部埋まってるので LINE に登録して、この日のこの時間とか空いてないかというのをお互いにやり取りして決めてやるような形になると思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。